まあ、やじ女性全体を侮別ということで塩村都議の、ニュースとなっています。まあ、これはね、うん、まあ、いろいろな角度からの議論が可能ですね。で、これを例えばですね、私が気になったのは、はい、これセクハラだということで問題にされているんだけれども、うん、そのセクハラの定義そのものが、はい、近年やっぱり非常に拡大解釈されすぎているんではないかという気がするんですね、うん、はい、でこれはセクシャルハラスメントに限らずパワーハラスメントの議論に関してもそうですけど、例えば会社で先輩が後輩に対してよろ指導する、うん、鍛えるっていう時にどこからが本当に問題されるような行為で、うん、どこまでは許容範囲なのかっていうことはね、これ本当に個別の話になってくると思うんですね、はい、でそもそもそのセクシャルハラスメントパワーハラスメントってことでいうと、これはある組織なりの中の人間関係でその役職なりを握っている側が男女問わず異性に対してその職権を振りかざす形で性的に嫌がられるような行為を求めたことに対して問題視するっていうことだったはずなんですね。それがどうも近年はそのあなたの言ってること、あなたの行いが私にとって不快ですと、その不快であることがそのまま抗議するっていうことに直結してそれが認められるっていうようになってくると、これは何も物言えなくなるっていうことになりかねないんですよね、はい、例えばそのいわゆる慰安婦の問題でも韓国の側からあなた方の物言いは不愉快だって言われた時点でもそこで議論止まっちゃうことになりかねないんですよ、はいはい、これは決して私問題をすり替えてるわけじゃなくて、まあ、この議場でねこういうふうに言ったことが適当かどうかっていうことは別ですよ、はい、しかしその根本の、問題としては、人の快不快ということだけでその発言を封ずるっていうようなことは少し慎重であるべきだというのをね、これはどんな意見でもそうですけども、はい、やっぱり求められる感覚ではないかっていうのがまずこの問題で私が感じた根本の一点ですね、それともう一つはそのマスコミの取り上げ方の問題ですね、これ本当にその連日テレビは大きく扱ってますけど、まあ、チャンネル桜ですからね、普通の地上波のテレビと違うことを私は言いたいんだけれども、はい、まずもうマスコミはもう全くそのテレビの報道っていうのはもうデタラメすぎると言いますか、はいはい、ダブルスタンダードもここまで来るともう開いた口が塞がらないという感じがするんですね、うん、面白おかしければいいというような姿勢も見えておりますが、うん、はい、例えばねこれはかつてその安倍さんに対して、はい、田中真紀子さんだったと思いますが、うん、私の記憶が間違ってなければ、安倍家に子供がいないことをとらまえて、はい、安倍さんにその種なしスイカだか種なしカボチャだかというような、ひどいこと言ってました、という発言があったと思うんですね、はい、でただしその時マスコミが田中真紀子さんをけしからんというふうに、うん、今回のように叩いたという記憶は私にはないんですよ。ないですね。はい。で、同じようなことはやっぱりね、男の側に言われたことで、本来それが本質的に同じ問題であるならば、同じような議論として批判されねばならないことが、はい、ずっと看過されてきて、今回塩村さんに言われたことだけこれだけその大きく注目されて、取り上げられて、もう被害者加害者という構図が固定されたまま、うん、議論がずっと進められているっていうことがね、はい、やっぱり私はとても違和感を感じるし、そこにですねマスコミにとって、要はマスコミがその快不快の基準を決めて議論を進めているということにとても問題があるというふうに思うんですよね、まあ、極めてだから報道の仕方がフェアではないと、はい、いうふうに思いますね。あと海外メディアのこの、うん、何でしょう、食いつきといいますか、うん、ものすごいんですね。早いですね。そうですね。これもね、まあ、はっきり言ってしまうと、はい、海外メディアの多くは、うん、もう日本叩きができる材料なら何でもいいっていうところがあってですね、できちんと取材をしてその背景にまで踏み込んで伝えてるっていうのはないんですよね、うん、でそれで言うならば、まあ、一部ネットなんかでは出てるけれども、塩村さんの個人的な背景ということを、はい、テレビは全く触れずにですね、まさにその女性全体への侮別であるということで、うん、この塩村さんを被害者として扱っているけれども、報じているけれども、うん、はい、
でもじゃあ彼女がかつてそのテレビに出演しているタレントだった時代にどのような言動を繰り返していたかということも実は視聴者には提供するべき情報のはずですよね、うん、でそれをないまま、うん、一般論としてね、はい、全てくくってしまうというのはやっぱり私はフェアではないと思うんですよね、うん、特にその本当かどうか知りません彼女が出ていたバラエティ番組での発言ですから、はい、まあ、バラエティということで、うん、いろいろ、なんていうか発言を粉飾してたのかもしれないけれども、例えばその付き合ってた男性に妊娠したと嘘をついたことがあるとか、はい、まあ、いろいろありますよね、はい、そうしたことをこの人はなかったことにして一方的にそのヤジを飛ばしたとされる議員に対して糾弾しているとすればこの人自身塩村さん自身もいささかフェアではないのではないかというふうに思いますね、うん、まあ、鈴木都議のね、はい、まあ、この発言自体野次自体もね、うん、まあ、もちろん問題はあるわけですけれども ね、はい、しかし、まあ、先ほど申し上げたようにこの問題そのものの本質が何かっていうところだけはね、はい、しっかり踏まえて見ていきたいなと見ていかねばならないなってことだけは本当に繰り返したいですね、はい、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。